今期一番手と名高いラノベ原作のアニメ探偵はもう死んでいる。そんな作品ですが、アニメ第2話にてとんでもない考察が出てきました。はい、どうもこがやです。最近動画出せてなかったんですけどもね、ちょっと理由がございまして、それが真っ黒な服着た人たちが作った薬を飲んで経過観察されるバイトしてました。なんかね、体が縮んだりしたんですよね。ぜひ誰かのためになるような使い方してほしいですね。さて今回の動画なんですけども、以前コミュニティにて今期のアニメ探偵はもう死んでいる、略して探もしの考察動画を出すか聞いたところ、出してほしいって意見が多かったんで考察していきたいと思います。こうやってコミュニティで聞くこと結構あるんで、よかったらベル登録してもらえると助かります。それでは感想を交えながら考察話していきます。はい、まず今回の2話総じての感想としましては、いい最終回でした。シエスタといろいろ過ごした時間があってあの感動が来るわけなんでしょ。だからその過ごした時間詳しく知らない俺は無理やり感動させられました。新手のパワー型感動作よ。だから2話見終わった後、俺これ10話ぐらい見逃してんじゃないのって思ったよね。めちゃくちゃ焦った。まあどっちかっていうとアニメ勢にはそんな深く刺さらない感じではありました。でもね、驚きの方はちゃんとあって、前回出てきたコウモリと対面してからの夏なぎな渚の心臓がシエスタのものだったのはめっちゃびっくりしたけどね。よくよく考えてね、物語前半見てみると心臓の音聞かせたり、おそらくシエスタとしたであろうやりとりとか、コウモリの反応とか、それぞれのキャラクターの会話が噛み合わない感じで結構匂わせてるシーンは多かったっすよね。タイトルといいね、物語序盤といい、もう相変わらずすごい発想よね。はい、そして今回俺のお気に入りのシーンがあったんですよ。それ皆さんどこだと思う？はい、この心音 ASMR のシーンですね。たまんねんだわこれが。ちょっと市場入るんですけど、俺寝る時にASMR よく聞くんですね。前は深海の音とか川のせせらぎとか、あとは前皇帝ささやきとか耳、そういう癒し的な感じで心音 ASMR よく聞いてたんですよ。だからアニメ見てたら急に心音来たもんですから、反射的に5回は聞き直したよね。まあ聞いたところ本物の心音かどうかはちょっと怪しかったです。もしかしたら音響さんの心音かもしんねえ。なんかそれだと嫌だね。そして今現在ヒロインがシエスタと夏なぎなぎさなわけなんですけども、個人的に好きなのは夏なぎかなやっぱりと思うんですよね。まあまだシエスタのこと何も知ってないからってのもあるんですけども、2話時点で暫定1位です。これからね、いろいろ変わっていくと思うんでご安心ください。はい、そして今回の考察はこのフービさんにフォーカスを当てて話していきたいと思います。俺の中で考えっていうか予想というか考察っていうか妄想なんですけども、それがフービさんただの警察官じゃない説。それでは詳しく話していきます。はい、まずこのフービさんって人について思ったことを話していくんですけども、この人まず警察に所属してますよね。その中でもかなり上の立場の人間だと思うんですよね。だってコウモリのいる刑務所に何ら問題なく入れるからね。その刑務所で夏なぎの心臓がシエスタのものだと明かされている裏で何かの資料を読んでいますよね。資料の中身ちょっと頑張って覗こうとしたんですけど、呆然で無理ゲーでした。それ以外なんかヒントないかなって思ってたところ、注目したのが背景。まあ主にフービさんの周りについてですね。見たところ机が3つ確認できていて、まあワンチャン4つあると思うんですけども、その机とても使われてるようには見えないんですよ。そしてフービさんの机とその周りはもう資料で溢れ返ってるんですね。周りの机とか使われてない感じ出てるんで、まるでこの空間フービさん専用の部屋に感じるんですよ。そしてこれちょっとソース的には弱いんですけど気になったんで話していくんですけども、フービさんの後ろになぜか世界地図があるんですよ。まあ日本の景観なんで日本地図ならわかるんですけども、なぜ世界地図なんですかね。これらの点からフービさんは日本を拠点とするただの警官ではなく、世界を飛び回る国際刑事警察機構インターポールのようなところに所属するような人間なのではないでしょうか。はい、ということで今回フービさんについて話したんですけども、まあフービさんが ICPO じゃないのかみたいな、もしかしたら CP9 かもしんないし、いやそれサイファーポール言うて。このアニメ1話から作品自体に裏切りみたいな予想外的なものがあるんですね。だから個人的にね、いろいろ妄想広げちゃっていいんじゃないかなと思って、というかめちゃめちゃ広げやすいっていう。異能力とか特別組織がある時点でちょっと考察がねぐちゃぐちゃになりがちなんですけども、まあとりあえず考えるだけなんでめちゃめちゃ楽しいです。あともう一個仮説がありまして、フービさんもう警察ですらない説とかもありました。いやこれさすがにめちゃくちゃだなと思ってボツになりましたけども、なんで俺がフービさんにめちゃめちゃフォーカス当ててるかっていうと、ジョジョの中で覚悟っていうワードがね結構出てきたりするんですけども、君塚が覚悟が違うとか言ってたんで、この言葉に過剰反応してるだけなんですよね。はい、そんなオタクの妄想でございますが、皆さんの意見や考察なんかあればぜひコメント欄に書いてみてください。そしてネタバレを含むコメントを書く際は改行を増やして続きを読む以下に表示されるように書いてください。それでは皆さん、また語り合いましょう。バイバイ。